赤毛のモヒカンもなかったからなあ。俺はダミアン。エーデンだ。あんた新顔だろ。関係ないだろ。この吐き溜めに住んでる顔なら全部知ってるが、あんたは知らん。この町に来たばかりだからな。マジか、あんたすごいんだな。壁の外は血の海みたいだって聞くぜ。仕事に関係あるのか。ないよ。どんなやつかと思って。今のところあんたのことは気に入ってる。仕事については詳しい話の前に気をつけてもらいたいことがあるんだ。少しな。仕事を受けるのは俺の仲間から、他の連中との仕事はなしだ。いいな。西郡エンドで仲間に会ってくれ。詳しい話が聞ける。まだやるとは言ってない。やらないとも言ってないだろ。考えてくれ。きっと気が変わる。楽に稼げるぞ。なんだよ、情報をやっただけだ。ここだけの話だぞ。後悔はさせない。おい、誰かいないか。ダミアンに言われてきたんだ。何の用だ。ダミアンに言われてきた。仕事があると。ここは違うぜ。ダミアンから聞いたんだ。ここだと言った。一人か。質問の理由は。団体客を入れるつもりはない。気を悪くするな。俺たちはただ慎重なんだ。だからもう一度聞く。一人なんだな。ああ、一人だ。そうでなきゃ困る。中に入って下におる。そこで話を聞ける。下に行かないのか。俺はエーデン。ダミアンに聞いた。仕事があるんだろ。なるほど。それでお前は新顔か。ダミアンにも聞かれたよ。それがどうした。ボスが聞いてんだよ。まだ詳しい話を何も聞けてない。はぐらかしてるのはそっちだろ。いいだろう。それなら話してやる。この仕事じゃバザールで顔が割れてるとまずいんだ。なるほど。俺はそれほど知られてない。そりゃいいな。実にいい。どうやら探してたやつが見つかったようだ。何を言ってる。どうするつもりだ。お前に会えたら死んでもいいってやつがいるんだよ。ただし死ぬのはそいつじゃないがな。お前ら。はめたな。え、そんな違う。俺は何も。ただ言われた通りに人を集めてただけで、それだけだ。奴らは誰なんだ。なぜ俺を探してた。
知らないんだエイデン。本当だ、信じてくれ。誰でもいいから知らない顔をよこせって言われたんだ。理由は聞いてない。言われた通りにやるしかなかったんだよ。奴らルーカスの死と関係が？は？違う。つまり違うと思いたい。もしそうなら最悪だ。俺は本当に何も知らない。俺の前にも誰か送ったのか？その全員が殺されたのか？何をしたダミアン？知らなかったんだ最初は。後で知ったけどどうにもできなかった。無理だった。ダミアン何人だ？一体何人死に追いやった？やめてくれエイデン、悪かったよ。でも仕方なかった、はめられたんだ。信じてくれ、兄弟が人質に。兄弟？それはどういうことだ？奴らはクリフを捕らえて脅してきたんだ。従わないと殺すって。うまく立ち回れば解放してくれると思ったんだ。もうもてあそばれるのはたくさんだ。クリフを取り戻したい。手を貸してくれ。お前のせいで殺されそうになったのに兄弟を助ける手助けが欲しいってのか？怒るのはわかるけど、奴らがあんたを探してた理由をクリフなら聞いてるかも。もしそうなら助ける価値あるだろ。わかったよ。本当に知ってればいいんだがな。探してみたがクリフの痕跡はなかった。マジか。あーくそ。なあ、まさか奴らに殺されたんじゃないよな？結論を急ぐんじゃない。ならどこに捕まってるんだ？くそ、全部俺のせいだ。バカなことを。送られた人たちのことはお前のせいだ。お前の兄弟のことはどうかな？最後に見たのは東コーリーエンドだ。デビルズブリッジのそばの、そこで襲われた。クリフを人質に取られて、俺は奴らの命令に従うしかなかった。クリフの命を守りたかっただけだエイデン。人が殺されるなんて思ってなかった。デビルズブリッジ、建物の名前だよ。中世には悪魔が住み着いてると言われてた。大昔の話だ。もう誰もそんなもん信じてない。アウトブレイク前は車の修理店だった。今じゃ盗賊のたまり場さ。わかった、デビルズブリッジの周辺を探してみよう。エイデン、やってくれんのか俺のために？まさか。これ以上お前のせいで死人を出さないためだ。せかしたくはないけど、クリフが危ないんだ。私は
料理が得意でして、どなたか私と一緒に過ごしてくれたら幸いです。皆さんに聖なるこの恩寵の光があらんことを、神の祝福を。俺はクリフだ。驚いた、そっくりだな。ダミか。待て、ダミアンに言われてきた。
うやって逃げたんだ。逃げる？逃げる理由なんかないぜ。お前、やつらの仲間になったのか。ええ、まあね。なあクリフ、俺が知りたいのは指揮官のルーカスが殺された件だ。ピースキーパーの指揮官か？やつがなんだ。お前たちが彼を殺したのか。まさか、自殺行為はしない。それにもっと大物を狙う。例えばあんたとかな。俺？どういう意味だ。あんたもダミアンも気づいてないのか。そうか、可愛いダミアンだがバカだ。昔から実の兄弟を騙して無実の人たちを死なせたのか。俺を探すために。ワルツはあんたにご就寝らしい。てか、ディランから渡されたもんにかな。待て、ワルツだと。どこにいる。さあな、俺もまだ全部は聞いてないんだ。エイデン、いるか。クリフは。ああ、よくない知らせだ。ダミアンか。よう、悪いが話はまた後だ。さあて、あんたはようやくワルツ博士に会えるぜ。博士は下で待ってる。おいみんな、博士が探してたやつだ。クリフ、おい、お前何を言ってる。おやおや、博士が喜ぶだろうな。なぬけめ、明かりがついてるぞ。殺さねえぞ。野郎を殺せ。アイトール、手がかりはあったか。いや、手詰まりだ。だろうな。どうする。続けてみる。ああ、ダミアンは塔に閉じこもっちまった。一体どうして。さあな、急に全部自分のせいだとか騒ぎ始めておかしくなっちまったんだよ。無線にも答えない。話せるような状態じゃなかった。他に中に入る方法はないな。普通には無理だ。今までにも壁を登ろうとした奴はいたが、大概途中で下に落っこっちまう。
やってみるか。自分のおしっこなんか飲みたくないよ。ダミアン、来たら飛び降りる。待て、分かった。止まった。落ち着くんだダミアン。お互い落ち着こう。何の用だ。話し合おう。何について。お前の兄弟クリフのこと。あいつが何だ。まずは謝らせてくれ。何をだ。何があったんだエイデン。それはお前は知っておくべきだ。何をだよ。俺のせいだ。俺が殺した。お前じゃない。な、そんなに飛び降りてほしいのか。知りたくなかった。傷口に塩を塗り込むなよ。確かに殺したのはあんただけど、それで何が。誰が変わる。変わるよ。お前の辛さも少しは和らぐ。残念だが、ありえないんだ。絶対全部俺のせいなんだよ。俺のせい。みんなが殺されたのも、クリフが死んだのも、あんたのことも。それを抱えて生きるべきなのかもな。でも耐えられない。これ以上長くは。せいぜい、そう、15回分だな。それなら耐えられる。さよなら、エイデン。ああ、そうだな。命のことだ。ふざけるな。いや、気にしてるんだろ。大勢を死なせたのに自分が生きてること。ダミアン、俺が殺したんだ全員。いいか、悪いのはあいつらだ。お前は悪じゃない。兄弟を助けようとしてた。あいつらがお前を追い詰めた。だけどクリフ、たった一人のために。俺は数えきれない人々を殺しちまった。違う。お前は仕事の斡旋だけで手は下してない。他にやりようがあったか。信じろ。俺は善の名のもとに多くの悪事を働いてきた。ただの悪いこともな。だが俺は悪じゃない。お前もだダミアン。いや、俺は別の方法を探すべきだったんだ。目を閉じると、今まで声をかけた相手の顔が次々浮かんでくる。お前、新顔なのかって。
みんな死んだ。結局はクリフまで俺のせいだ。もう耐えられない。耐えられるさ。それをこれから証明すればいい。自分の人生を生きろ。一日を大切に生きるんだ。罪を犯しすぎた。俺はダメだ。手遅れだ。すまない、エイデン。詰めろ。俺も飛び降りる。おい、正気かよ。そうさ、一緒に行こう。ただ死人が一人増えるだけだ。どうして。いや、本気なはずが。試すか。飛べよ。ほら飛べ。俺も続く。飛び降りた奴のほとんどは空中で気が変わるらしい。嘘だ。マジだ。落ちながらこう思う。クソ、人生で一番のヘマをやらかししまった。もうすぐ頭がスイカみたいに潰れて、手足が動かなくなってのた打ち回り、殺してくれってわめくんだってな。だがな、ここでお前を殺してくれる奴って言ったら感染者だけ奴らに貪り食われるんだ。ゆっくりと。じゃあ行くぞ、下で会おう。待て、話がしたい。何を。わからない。命についてか。ああ、そうだな。でも俺に生きる資格はない。大勢の人が死んだ。俺のせいで。お前、壊れたレコードかよ。もういいだろ。さあ落ち着くんだ。そしてそっから下がれ。じゃないと本当に落ちるぞ。彼らの死が痛ましい。それはお前に両親があるってことじゃないか。そんな奴この街じゃ珍しい。お前には両親がある。だから生きるべきだ。そしてやったことを償い、飛び降りるのはいつでもできる。明日でも明後日でもな。止めはしない。ただ忘れるな。今言ったようにしっかり償うんだ。その償いが終わるまではがむしゃらに生き続けろ。なあ、お前のせいで何人が死んだと思ってる。エイデン、そんなこと言わせないでくれ。8人くらい。8人か。いいね。はあ、いいか、今後お前は8人の命を救わなきゃならない。いいな。でも死なせた分救うんだ、ダミアン。いいな。わかった。そう、それでいい。本当にいいのかな。大丈夫、お前に仕事がある。おい、それ俺のセリフ。こりゃ驚いた。冗談がわかるとはな。不謹慎な冗談だぞ。いや、むしろこの状況にぴったりだ。エイデン。ん？ありがとう。気にするな、俺が救った命だ。粗末にすんじゃないぞ。どうした、ダミアン。何があった。飛び降りる気だったのか。ああ、けどエイデンが。全部自分のせいって何のことだ。話してみろ。ああ、バザールの人間も、クリフも。ダミアン、待て。また混乱してるんじゃないか。落ち着け。今話すのはやめとけ。待てよ。人を殺したとか何とか言ってたろ。どういうことだ。彼は兄弟の死を知ったばかりなんだ。動転しておかしくなってる。少し休ませてやってくれ。頼む。クリフが死んだ。そうだったのか。無理もないな。気の毒に、ダミアン。話ならいつでも聞くぞ。あなたは私のことを理解していないからそう思うんでしょ。生きるには欠かせないことをしているのに。生きるに欠かせないって何の話だ。知りたいの？なら目を閉じて。今何を感じる？そうだな、音が聞こえる。そう、他には？なんか臭いぞ。まさにその通り、匂いよ。刺激は五感から直接大脳に伝わり、感情的な反応を引き起こすの。それが記憶、心の豊かさの証ね。でも
さっきの匂い、あれはクソだ。何の匂いだと思った？この辺りの肥料は何を使ってるか知ってる？知りたくない。ごめんね。で、あんたは誰で、ここで何をしてるんだ？崩壊前、香水を作る会社で働いていたの。世界がかぐわしい香りに満ちていた時代に、香りのプロとして働けたのは幸運だったわ。全て失われたけどね。だから自分に問いかけたの。どうすれば変えられる？どんな香りならこの世界の人々を幸福にできるかってね。クソの匂いは生きるに欠かせないものじゃないよな。もちろん違うわ。実は新しい香りの素敵なアイデアがあるの。大金を払っても嗅ぎたくなる香りのね。名付けて目覚めのアクセル。もう完成間近なの。あとはミドルノートのための部品があればいい。部品？香水じゃないのか。ええ、そう、金属のスクラップ。目覚めのアクセルはロボット向けの媚薬か。それはいいわね。今にわかるわ。もしあなたがスクラップとラベンダーを持ってきてくれたら、そのお礼に私の秘密を教えてあげる。ラベンダーも必要だと言ってたな。それなら理解できるんだが、ナイラが欲しがってた金属の部品だ。はあ、雲をつかむような話だな。金属から香水を作るなんてありえない。ほら、頼まれてた素材だ。うん、オーケー。できれば油まみれのスクラップが良かったけどね。ねえナイラ、一度ぐらいちゃんとお礼を言ったらどうなの？この子ったらいつもこうなのよ。さーて、ほーら、じゃーん、できたわ。ほら、嗅いでみて。お、これはすごい。まるで天国にいるみたいだ。これなんだ？まあ、お子ちゃまには早すぎたのかな。その香りはね、新車よ。新車？がっかりしたの？贅沢な香りをベースにして、初めはリスキーな冒険の香りが立ち上がり、自信に満ちた香りに変化したでしょ。アクセルを踏んでどこまでもドライブしているような夢見心地に浸れる。手伝ってくれてありがとう。協力してくれたのはあなただけ。ほら、受け取って。目覚めのアクセルを塗っておいたわ。香りを楽しむことも忘れないでね。お茶だらけ。来年は違うものを育てたいな。だと、なんだお前。悪い悪い、意外と足速かったりしてダメそうぜ。何言ってやがる。賭けさ、レースしないか。絶対に俺の方が速い。負けるのが怖きゃいいけどさ、攻めはしないよ、ノロマ。いいぜ、小遣いが欲しかった。その意気だ、ノロマ君。本気で頼むぜ。まず GRE のダークゾーンを通って屋根へ登れ。印を追え。何？印って？
ったんだ。壁を蹴って排水路を登って、おい、なんで俺が教えてんだよ。次のレースまで待っとけ。次こそマジの見せ場だぜ。待て、次は何だってオッケー、あんたちょっと休憩した方がいい。少し休んで準備できたら、ミル通りにある旧軍事基地の向かいのビルの屋上に来な。やっとか、昼寝するとこだったぜ。おい、ひでえ顔だぞ。はあはあ言ってるし、意外とジジイだな。レースしたいのか喧嘩したいのかはっきりしろ。おいおい落ち着けって。レースだよ。そんじゃ賭け金をあげるか。そうだな、負けたら5倍払う、どうだ。乗った。じゃあ行くぜ。待てよ、何がどうなってる。バーベル大丈夫か。ヘマしやがって。マジかよ、双子だったのか。そりゃ負けるわけだ。俺が走り出した時、もう片方はすでにゴールにいたんだろう。見ろよバーベル、こいつ今ようやく気づいたってさ。引き際ってもんを知らないのか。待てよ、俺らは悪人じゃない。そりゃまあ善人ってわけでもねえけどさ。つまりみんな自分の得意分野で食ってくだろ。で俺らの場合はこれだ。他のこともやってみた。めちゃくちゃ苦手な仕事も、けどまるでダメだった。借金付けさ、支払いに追われてる。だから巻き上げてんのか。怪我はさせてねえ、強盗じゃない。なあ、金は返すから全部なかったことにしないか。口止め料には足りないな。分かった分かった、金は全部やるな。またレースするときは教えろ。バカか、バイターに捕まるなんてどういうつもりだ。
俺がわざとやったってのか？ざけんな！よ、坊主、親はどうした？坊主じゃない。あ、そうだな。一人で何してる？今任務中なんだ。へえ、任務ね。どういう任務なんだ？秘密の任務さ。極秘なんだよ。教えるもんか。助けになるって言ってもか？助けはいいよ。でも教えてやる。親の食料を取りに来たんだ。いつものことだし平気さ。だが危険だろう。親は来れないのか？うん、言ったろ、平気だって。僕は何だって自分でちゃんとできる。その度胸は大したもんだ。でも力になりたいんだよ。あー、なら仲間に入れてやってもいいよ。なんならお金を払ったっていい。子供が雇い主か。まあいい。どういたしますか？汚染区域のそばのウエストホライゾン通りの店に行ってくれる？そこでリュックに食べ物を詰めてたんだけど、クソ野郎どもに追い出されちゃって。リュックを取ってきてくれたら超強い武器をあげるよ。父さんの武器だ。その食料を取りに行けばいいんだな。うん、そうだ。僕ん家まで持ってきて。汚染区域の外れに住んでる。親が唯一安全な場所さ。夜に行った方が良さそうだな、感染者がいないうちに。そうかもね。知らないけど、どう？できそう？ああ、約束はできないかな。なんだよ。わかった。じゃあ、また後でね。
なあ、この二人は気づいてるか知らないが、母さんと父さんのこと、彼らがお前の親なのか。そうだけど、母さん父さん見てよ、この人は持ち逃げしないって言ったでしょ。分かってる、お腹空いたんでしょ。なあ、天下がどういうことかは知ってるよな。ねえ、バカにしてるの？もちろん知ってるよ。そうか。で、お前の親のことだが、彼らはもう人間じゃない、天下してる。そんなことない。見てて、父さんお腹すいた。彼らはバイラルだ、お前も危ない。なんとかなるよ。それより取引の話だけど、リュックを持ってきてくれたら武器をあげるって言ったよね。あった？ああ、ほら。すごい、ありがとう。母さん、父さん、食べて。じゃあまた明日。大丈夫、またご飯持ってくるよ。受け取って、超強い武器だよ。父さんには必要ないから。ありがとう、二人も感謝してるよ。見ての通りね。